はい、皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクスト行ってみたいと思います。今日行くのはバスターガンダムです。よろしくお願いします。まあ最近まあ要望されてたのもあったんで、今回はバスターガンダムで行きたいと思います。ちょっと久々の機体なんでね、うまく操作できないところもちょっとあるかもしれませんが、その辺はちょっとこう、まあ、温かい目で見てもらえれば。あ、すいません。失礼しました。なんかね、ちょっと喉が痛いんですよね。若干。最近ちょっと忙しくてね、ちょっとお休みも動画させてもらってたんですけどね。はい。ようやくね、ちょっとこう、また落ち着いてきたんで、また頑張っていこうかなと思ってます。はい。とりあえず、どっから行こうかな。まあ、バスターは、まあ、スピードもある方じゃないんでね。まあ、中継地点としては、やっぱり C を目指していくような感じにして、まあ、立ち回りっていうほど、まあ、話はないんですけどね。まあ、できればこう、意識の、おっしゃしゃ、当たった意識外のところで、ね、まだこっちをね、あんまり気にしてないぐらいのやつを狙って当てる。そっちの方がいいですね。今みたいにね、完璧にこっちに気づいてないやつにこう当てると、そう、これならね、あいつ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 、まあ当然当てたやつは当然怒ってきますからね。よしよし、ありがとう味方、いい援護だ。さっさと倒そう、このこいつを。あれ倒せない、あーやばい、あー味方が落とされた、あー崖下に落とされた、あーやばい、俺もやばい、ちょっと中途半端にあいて、ガードしたのに、あー、まあこれがね、やっぱり今のね、最近の現状ですよ。厳しい、支援機に本当に辛いあの世界ですよ。一瞬で間合いを詰められて、一瞬でこう落とされるんですからね、恐ろしいわ。よっしゃ出た、オッケー、よーし、オッケー、あーまさかこんなことが。ウィングとかね、フリーダもそうだけど、こうやってね、一瞬で前に入ってきてぶっ放してくるんですからね、恐ろしいね。さあどうしようかな。こうなると乱戦の中でね、こうやって格闘機を狙うのはいいですね。ダメージが通るよ。ああ味方吹っ飛ばしちゃった、ごめんね。ちょっと牽制の一発を放っといて、でやっぱり格闘機を狙う、やっぱり威力はねありますから。よっしゃ当たった、よーし、こうやって止まればね、絶対多分味方がうまくとどめさせてくれると思う。よし、これも狙うよ、これは狙う、ここだ、当たった、オッケー、あれ当たってない。よし、ここ当たってない、やばい、よし、オッケー、ならこっちも負けちゃった、危ねえ。さあどうしようかな、距離をやっぱね詰められないようにしないとね、できれば、よし、オッケー、当たる当たる、ナイス。味方がね、やっぱり援護してくれることがまあ大前提ですからね。あ、逃げられちゃった。いや、しかしね、逃がすわけにいかないよ。逃げるウィングはね、ユキアミにとってはね、カモですよ。あら、当たってね。もう一発。よし。あー、でもちょっと惜しいな。壁がなかったらね、一気にね、ビームで仕留めようと思ったのに。うわー、やだー、ソードが突っ込んでくる。よし、オッケー。ね、ここで連発戦、うまいことね、こう、ブーストダッシュを素早くやって放つとかね、すりゃ、すぐ放てるんでね。よし、ここ。で、もう一発。下手にね、ビームぶっ放すとね、多分万が一にも避けられたり、ね、当て損ねたりすると危ないんですか。味方じゃなかった。あの敵、多分、乗り物に乗って追撃しようと思ったんだろうね。残念ながら、そうはさせない。バスターガンダム、よし、当たった、もう一発、まあ、確実ね、今みたいに当たったら、まあ、もちろん、周りにね、敵がいないなら、もうぶっ放しますよ。わー、2体来たかな、これで。あー、ちょっと嫌だな。エールはちょっと苦手だわ、この、天敵だ。よし、当たった。あー、ダメか。さすがに距離がありすぎた。え、見事落ちたぞ。あ、やばい。これはバズったかな。危ない、危ない、危ない。覚醒して、逃げる。ロックオンキャンセラーを使ってる間に逃げる。倒せそうなら、ソードだけでも。痛い、痛い、痛い、痛い。助けて。ちょっと、これ、ちょっと、これ、これやばい。ちょっと、どうしよう。誰を狙えばいい。やっぱりソードかな。一撃で倒せることを考えたらソード。あー、ちょっと無理かな。1秒でも時間稼ぐか。
いや、もう無理。いやー、ちょっとやっぱ厳しいわ。3、4機押し寄せてくるとね、もうさすがにどうにもできないよ。まあでもおかげで、まあ味方が今一時的に全中継地点全部取ってくれたね。よし、これで削れてる敵も2人いたはずだから、そこにいる2体を倒せばいい。あー、1体倒したね。よし、この1体もう1体倒して、残りは拠点に本拠点入ってるやつを落とせばなんとかな。あー、使ってるか。待って、ロックオンができるようになった瞬間ぶち当ててやる。あれはチャーン、あれ当たんない。もう1発、いやさすがに何発も何発も外すわけにいかないからな。暗い。あら、当たんね。あ、これもダメ。結構厄介だよね、そう思うと緊急回避は。まあ、雪闇はだからこそエールを使ってんだけど。よーし、オッケー。さあ、上にいるぞ、上に。みんな、上にいるぞ、気をつけろ。なんかいるぞ。これ多分、ソードじゃないかな。違ったっけ？ソードかな？あ、ソードだね。あ、来るなよ、来るなよ。よし、落ちた、落ちた。ここ、あれ？発動した？危ない。よし。うまいことね、当てれてる。ちょっと直線的だね、動きが。危ない、危ない、危ない。うまくステップでね、攻撃をさせない。あ、みんな発動した。みんな狙えない、狙えない。ここだ。はい。味方、スパイク頼む。よし、ナイス。危ない。あ、なんか変な。あ、近すぎて当たんない。参った、参った。よーし、じゃあ上を撃ち落として終わりにしてやるぜ。どれや、あら、当たった。あ、終わった。まあ久々のバスターでしたが、まあどうですかね、なんとも言えない。いやー、ちょっと久々感半端なかった。あんまり上手じゃなかった。いやー、どうなんだろう、成績あんまり分かってない。何機潰したっけ？ 3 機 ?4 機？いや、もうちょっと潰したような気もするしな。あ、でも2回は壊されたよね、確か。うわ、あんまり成績良くなかったらごめんね。もう立ち回りがどうこう言う前に、雪闇の立ち回りあんまり勉強しない方がいいと思いますよ。勉強ならないと思います。参考にするのはもっと上手いバスターがいると思いますんでね。あー、まあ、一応ダメではなかったのか。まあ一応トップ成績にはなってますけど、あんまりいいとは思わないですね、自分では。久々だったんでね、これがもうちょっと回数こなせばまたもうちょっとマシな立ち回りもできるんですけどね。まあ、あとはね、やっぱり支援機を、まあ雪闇の場合ですけど、支援機使うんでしたら雪闇はフリーダムやっぱ使えますし、まあ格闘機使うんでしたらジャスティスを使おうかなっていうような感じでやってますね。そういう意味じゃあの2機は本当に万能機に近い感じがするんでね。そういう意味ではなんとかこのイベント機体ね、手に入れてない方なんとか手に入れるとだいぶちょっと変わるんじゃないかなと思います。あの2機は本当使い勝手がいいんでね、本当に。はい、それではね、今日はこのぐらいにしようかなと思います。すいませんね、あんまりうまいバスターとは言えない感じだったんで、ちょっと下手な操作部分も見えたと思うんでね、申し訳ない。はい、それではね、皆さん今日はこのぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。